どうも、おもちゃんねるんです。さあ今回はね、こちら見ていきたいと思います。はい、なんと食玩でね登場しました、トミカハイパーレスキュードライブヘッド機動救急警察のミニレスキューコレクション。こちらがね今回ね全3種ですね。いや、食玩でねドライブヘッドってどんな感じなのか本当ね楽しみですね。ではね見ていきましょう。まずねもうパッケージざっといきます。正面ですかね、こんな感じで、これね3種類なんですけども、絵は全て同じです。上の面はこうなっていて、こちらにねラインナップ分かるようになってますね。ちなみに A がサイクロンインターセプタージェットストライカーで、 B がブレイブバックドラフト、そして C がホワイトクリスタルホープになってます。で、側面もね一応見ておきましょう。はい、こんな感じで3つとも全て同じなんですが、ここにね書いてある絵はね、色がね塗られていない状態だと思うんですよ。サイクロンインターセプターはもう真っ青青色で、バックドラフトはもう真っ赤っかです。実際のね中身どうなんでしょうか。で、反対の面は、はい、こんな感じで C のねホワイトクリスタルホープが載ってます。そしてね箱の背面は、まあこちらはね特に何もなく注意書きとかですね。で、もう一度正面に戻りますが、この左下のところにこの商品は組み立てが必要ですってなってるんで、まあちょっとしたねあのプラモデルだと思います。さあ本当ねどんな感じになってるのか、では早速ね A のサイクロンインターセプタージェットストライカーから組み立てていきましょう。さあ難易度ね簡単だったらいいんですけど、どこから開けるんでしょう。あ、上ですね。ここからビリッといって、どうだ、あ、結構パーツたくさん入ってますねこれ。それとガム、あ、落ちた。はい、かなり箱の中でぎっしりと入ってました。こんな感じです。では中を出してみましょうか。はい、中の方はまずはこれですね。シールが1シートですが結構多いです。1番から22番かで、ランナーがね、あ、すべてこうひっついてる形のやつですね。剥がしてと、うりゃ、はい、こんな感じでね青色のランナーが4枚です。結構ね細かいパーツ多くて、これはちょっと小さなお子さんとか組み立て難しいかもしれませんね。で、組み立ての説明書もねこんな感じで入っていて、まあ小さな紙なんですが、結構ね複雑な工程がぎっしりとね書かれているような状態ですね。まあランナー自体はね1からねもう順番に全部数字分かれてるんで、まあパーツ自体はねこう並べると探しやすいと思います。で、外しやすさはどうなんだろう。あ、ミニプラみたいに簡単にパチって外れるタイプではないんで、ハサミとかねニッパーで取り外した方が多分ね綺麗にできると思います。さあそれではね、なかなかね複雑そうですけども、組み立ててしまいたいと思います。はい、まずねこんな感じで足と手とあと上半身かな作るんですがね、なかなかねこの時点でいい感じだと思います。ただこのね足のパーツ、これ片足作るのね最初なんで、結構ちょっとね時間かかっちゃいますね。ここのつま先とかかとと、あとね膝のこのパーツですね。で、この底の部分のこれか、これをこのね両サイドからね挟み込むような形で作るんですが、これがねちょっとコツ掴むまで結構大変だと思います。まあ1本作った後ね、もう片足はもうすぐにできたんで、まあこういうの慣れてる方はね多分簡単だと思います。それ以外ね、上半身と両腕に関してはもう全然ね簡単に組み立てることができました。で、ここまでできたら続いて各パーツにねシールを貼っていきましょう。はい、シール貼れました。なかなかねいい感じになってきました。ちなみにね、この22番のドライブヘッドのマーク、このシールはねおまけのようですね。で、シールを貼り終わったら、まああとは上半身のパーツに両腕と両足をね取り付けてあげるだけで、はい、これでサイクロンインターセプタージェットストライカー完成しました。はい、まずね全体的にくるっとこんな感じです。なかなかねパッと見た感じしっかりできてますね。作り本当に細かいところまでしっかりとね作り込まれている感じはします。アップでね上半身見るとこんな感じですね。ディテールかなりね細かいですね。で、腰回りに、あとね足回りです。あ、膝のパーツを出すの忘れてました。はい、ここもねちゃんと動きます。で、くるっと足回りこうなってますね。最初ね箱を見た時に、あ、色ないなと思ってたんですけども、どうやらね作っても色ないです。細かい塗装とかは特にね入ってないですね。パーツは全て同じ色で組まれてます。ただディテールがね本当に細かく作り込まれていて、シールのね枚数はねしっかりとあるんでね、なかなかね、おお、まあちょっとね話それますが、ここのボールジョイント若干取れやすいのでお気をつけください。まあこんな感じで結構ねしっかりとできてます。で、これねかなりねあの動く場所がね多くて、腕とかね結構ね、まああんまり激しく動かすと
ほんとボールジョイントが弱いんで、あれなんですけど、肩とかね、肘とか、よいしょ。おお、やっぱり外れた。まあ、ここですよね。こことか、あとね、拳のところ。この辺はしっかり動くのと、これがね、本当に取れやすいんでね、皆様お気をつけください。で、腰のとこもね、カーフォームに変形できるんで、こんな動きと、あと太ももの付け根に、膝かな?ここですね。膝のパーツ出すの忘れてましたね。こんな感じです。で、つま先とかかと、こんな感じにもできます。いいですね。素晴らしい。まあ本当にね、もうすごくね、いろんな場所が動いて、まあ場所によってはね、本当弱いところあるんですけど、様々なねポーズが決めれると思います。さあ、それではね、カーフォームにできるんで、ちょっとねやってみましょう。手順としてはね、かなりね、多分実際のガングに似てると思います。ジェットストライカーのウィング外して、で武器も外して、あと拳はねしまえないので、直接ね取り外してしまいます。で、頭のパーツもね外しますね。で、腕が、これが結構おなじみの変形かな、こうして、こう、あー、ボールジョイントがもうマジ大変。はい、この形ですね。これを反対側もこうして、ニッと曲げて、はい、この形で、足のところね、つま先とかかとをしまって、で、あとは膝のところをこんな感じで曲げて、と、これをグニンと、そしてグリッと、もうほんとあの普通のおもちゃのやつと同じような感じですね。で、あ、ここはジョイントしておきます。ジャキンと。で、あとはね、さっき外したね武器をもう一度つけるんですが、つける向きが上下逆ですね。この形です。さっきはねこの形でついてたんで、こうなります。で、それをここに取り付けて、と、よいしょ。で、別パーツでヘッドパーツの代わりのこのパトランプのパーツあるんで、それをここに取り付けると、はい、カーフォーム完成しました。おー、すげー、ちゃんと変形しましたね、これ。まあ若干の省略ねされてるところとかもう仕方なくねあるんですけども、これはマジですごいですよ。結構でかっこいいっすね。おー、すごい。で、この小ささ分かります？これもう手のひらサイズ、手のひらサイズのジェットストライカー。いやー、かっこいいな。色なくてもかっこいいですね、これ。めっちゃいい。いやー、組み立てるのとかね、ほんとね大変です。あと、あのボールジョイントね、ちょっとあのイラついたりするんですけど、この姿を見るとなんか全て許せるような、忘れられるような感じですね。いやー、ほんとよかった。まあ、これあの1箱ね300円か400円ぐらいなんで、それとあと根気とね時間さえあればこれ作れるんでね、ぜひね頑張ってみてください。ただあの小さなお子様本当に難しいんで、お父さんお母さん頑張ってください。さあ、ではね、なかなか大変ですが、残りの2体もいきましょう。続いてね、 B のバックドラフト、こちらの方は、ということは中身赤色か、あ、赤色ですね。で、梱包はサイクロインターセプターと同じような感じ、ぎゅうぎゅうに詰まってます。はい、上からシールと、あ、フレームバックドラフトは割と少なめですね。ここの部分がもう真っ白です。あー、楽そう。で、説明書が、まあ、サイクロインターセプターと同じようなサイズのものですね。組み立て工程は多分似たような感じだと思います。で、真っ赤なランナーがこちらも全てねくっついていて、全部で4つですね。パーツの数はさっきのと同じぐらいかな。で、武器、おー、結構いい感じ。しっかりと形ね、作られていて、仕上がり良さそうですね、こちらも。さあ、それではね、組み立てていきましょう。はい、2体目、ブレイブバックドラフト、完成しました。はい、両腕ね、両足ね、組み付けて、もうね、シールも貼りました。まずね、全体的にこんな感じです。こちらもね、なかなかいい感じですね。しっかりとできてます。で、大きさのせいか、さっきのね、サイクロインターセプターよりは、ちょっとね、まだ安定感があるような気がしますね。結構ね、しっかりとバシッとね、立ちますね。で、動かせる場所は、サイクロインターセプターとね、同じです。おう、NG もそのまま配信。あぁ、間抜けー。よいしょ。で、動かせる場所なんですが、もう肩とね、腕とか肘とかね、おぉ。はい、こちらもね、ボールジョイント、先ほどよりは丈夫なんですが、まあ同じような機構なんで、もう取れるね、これ。ちょっと外しとこう。はい、本当にもうね、いろいろ外れやすいんで大雑把にいっちゃいますが、さっきと本当同じですね。拳に肘のところに、あともね、肩ですね。あと、足の付け根のとこと、膝のところと、あとこれもね、ちゃんとこんな感じで出るようになっていて、下はね、
これはね、つま先だけですね。かかとは固定ですね。で、背面にこれ外しちゃってますけど、二つね、穴が開いていて、これはね、両サイドにあるんで、ウォーカービークルの時は、このね、上の穴を使って、武器をね、こんな感じで差し込んでおきます。もちろんね、このね、両方の武器は、両手にこんな感じでね、ちゃんと持たせることができるんで、こんな感じで、なかなかね、迫力のある状態で、ディスプレイすることがね、できるようにもなってます。おー、これなかなか本当に迫力ありますね。では、ブレイブバックドラフトもね、カーフォームにできるんで、やっていきましょう。まあ、これもやり方、さっきのね、サイクロインターセプターと同じですね。まず武器と、あと、拳ですね。両方とも外してしまって、あとヘッドパーツと、背面のこのね、バックパックだったかな。これもね、取り外しておきます。で、両腕をこんな感じでと、変形させて、どうしてもボールジョイント外れちゃいますね。はい、こんな感じになりますね。こっちはうまくいけるかな。あー、外れちゃうね。ギュッと曲げて、はい、こうなります。で、ここからも同じく膝をこんな感じで両足のつま先ね、しまって腰パーツをニュッと曲げてと。で、あ、またジョイント忘れてました。ここをジョイントしておいて、足の付け根からググッと外れちゃった。外れちゃったおい。もう一度ギュッと曲げて、あとはバックパックを足のとこにつけて、で、武器もね、こちらに2本つけてと。あとはパトランプをつけると、はい、これでカーフォームへの変形完了ですね。おー、これもすごい。めっちゃしっかりできてる。ちょっと腕が緩いかな。まあね、食玩のプラモデルなんで、その辺は仕方ないということで。でもなかなかほんと仕上がり大当たう。いろいろ飛びまくり、外れまくり。はい、くるっとこんな感じです。いやー、でも全体的にはね、決まってるとめちゃめちゃかっこいいですね。はい、二つ目はね、こちらもそこそこね、組み立ては時間かかっちゃいましたけども、まあ20分くらいかな。B のね、ブレイブバックドラフトでした。さあ、では3つ目、これでラストですね。 C のホワイトクリスタルホープ、こちらね、組み立てていきましょう。まあ中身はね、もう同じような感じです。パーツは多分白ですね。はい、こうなってますね。梱包状態こうなっていて、中を出すとよいしょ。はい、上からこんな感じのシール、1番から23番ですね。サイクロンインターセプターと同じぐらいです。で、説明書もサイズ同じで似たような感じで、で、ランナーが、まあこれもね、スケール的には同じっぽいんで、枚数も同じでしょう。よいしょ。はい、かなり綺麗なね、白色のランナーが4枚入ってます。さあ、それではね、組み立ててしまいましょう。はい、3体目 C のね、ホワイトクリスタルホープ、完成しました。はい、これもね、なかなか素晴らしい感じになってますね。結構ね、白色がね、美しいんで、見た目がすごい。めっちゃかっこいいです。ではね、全体的にくるっといってみましょう。まずね、こんな感じですね。背面もね、ちゃんとね、こう装備もね、整ってるんで、これはかっこいいですね。で、反対の側面、こんな感じで、もう一度正面。では、アップでもね、行ってみましょう。はい、上半身、こんな感じになっていて、背面がね、こうなってますね。ほんとね、細かくね、しっかりとね、作り込まれてる感じで、もう見た感じ、ほんとかっこいいです。で、腰回りがね、こうなっていて、足元がね、こんな感じです。後ろ側はこうなってますね。で、可動部はね、もうさっきまでのね、2体と全くね、同じですね。相変わらずね、ちょっとね、ボールジョイントがね、やばいんで動かさないんですが、ホワイトホープは僕ちょっと運悪かったのかな。それとも組み付けが悪いのか、肩のね、ここがね、ちょっとクランクランになっちゃったんですね。クランクラン。まあまあ、これはまあ仕方ございません。何か後で挟んでごまかしたいと思います。で、あ、膝また忘れてました。ここは、あれですね、ウォーカービークルの時は両方出さないとダメですね。はい、もう一度ね、全体的にこんな感じですね。見ておきましょう。で、ホワイトホープといえば武器ではなく、この後ろ側のね、これがね、ちゃんとこのね、食玩バージョンでもこんな感じで前に来るようになっていて、まあ色が塗られてたら完璧なんですけども、この状態でもね、十分かっこいいです。おー、こういったギミックしっかりとね、再現してるのが本当素晴らしいです。で、ちゃんとね、ここの部分もこんな感じで動くんで、もうめちゃめちゃかっこいいと思います。ではね、続いてはカーフォームですね。やり方はまあ他の2体とこれもね、ほぼ同じです。後ろをね、取っちゃって、
ヘッドパーツ外します。で両腕の拳も外してつま先ねしまい込みますね。でまず最初に両腕の変形グリッド、あここも外れるかでこう曲げてとよいしょ、はい。で反対側もうまくいくかな、グニッド、ボールジョイント意外とホワイトホーク強い、はい、こうなりますね。で足を付け根から前に曲げて膝をカックンと、ジョイントは止めておきましょう、プチッと。でグニッと腰パーツを後ろに曲げてそのまま足を下ろします。で、あ、ここ収納しておきましょう。でこうと、でこのパーツをこの形にしてこのね足のところにつけて、あとはパトランプをつけると、はい、これでもねこちらも簡単にカーフォーム完成しました。いやー変形素晴らしい、これもまたよくできてますね、かっこいいですね。でさっきまでのね2体と違ってなんかホワイトホープって全然もうこの白色だけでもありですね、まあ、よく見ると色はね足らない感じはしちゃうんはしちゃうんですけど、これだけでもほんと十分かっこいいです。なかなかねいい機体に仕上がっておりました。さあではね最後に3体をカビクロホームにしておきましょう。するのはねもうめちゃくちゃ簡単です。ただあのボールジョイントとか外れやすいんで、あーまあいろんなところがね外れやすいんで、おおここもか、そのあたりは注意してウォーカービークルに戻します。はい、これでね3体作り終わりました。いやーなかなかねいい光景ですね。ちなみに、ね、大きさとかね比べてなかったですけど、普通のサイクロンインターセプターこれをね並べてみると、はい、こんな感じです。ちょうど倍ぐらいですかね、背の高さでいうとそれぐらい違いますね。まあ見ていただいたら分かるよね、本当にねもう小さなね食玩のプラモデルになってます。であとですね、まあドライブヘッドといえばいろんなねパーツの互換性なんですけど、まずヘッドパーツ、これは多分いけるのかな、まずヘッドパーツっていうのが間違えてたかなあ、でも一応刺さるんですがちょっと若干ね形違うんで、ここの互換性はないですね。でまず最初にこれやるべきですよね、車のところ。このパーツ自体は多分なんとなく付け替えれそうな気がします。はい、こんな感じで、はい、バッチリですね。これは全て互換性が、あらららら、こけちゃった。はい、互換性がねありますね。結構いろいろ組み替えると楽しいかもしれません。であとこのね後ろの部分もなんかいけそうな気がするんですよ。ジェットストライカーの交渉、いじるたびにパーツが外れる、ボールジョイント弱い。はい、ホワイトホープレスと変えてみましょう。刺さるかな、あ、いけそう、よいしょ、あ、ちょうどいい、ジャストミートですね、完璧です。でもないか微妙にいけるかいけないか、あれなんか押し戻される幅は一緒なんですけど太さが、あ、こっちの方が細いんですね、なるほど。ってことはこっちにはこれはスカスカかな、あ、でもぴったり、おお、こっちはいけましたね、なるほど。でこうすると、あー、もう3つ合体、はっ、いいですね、楽しい。なんでこれいけないでしょう、もうちょっと頑張ろうか、よいしょ、よっ、あ、いけたいけたいけた、入りましたね。はい、こんな感じになります。おお、これかっこいい、かっこいい、いいですね、なかなかいいこの組み合わせ。まあいろいろとね互換性あるんで、3つ揃えられた方はいろいろとね試してみてください。まああとこれね最初にも言いましたけども、これね食玩です。スーパーのお菓子売り場で売ってるんで、お子様とかねすごく多分欲しがると思います。ただ組み立てはねほんとちょっと簡単にはできないんで、お父さんお母さんねぜひね組み立ててあげてください。あとね、まあ、ここまでね見てくださった方わかると思うんですが、ほんとねジョイント部分が結構シビアなんで、そのあたりもねお子さんにぜひね教えてあげてください。ということでね、今回はこのあたりで、おもチャンネルのタルでした。皆様のチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あとツイッターやインスタもやってるんで、そちらのフォローの方もねぜひお願いいたします。では今回もね最後までご覧いただきましてありがとうございました。また他の動画でぜひお会いしましょう。ではでは、ごきげんよう、さようなら、バイバイ。